やあ、元気にしてた酔いどれのののボリューム1、こんな先輩見たことないの宣伝に来たよ。えっと、まずは自己紹介しなきゃいけないみたいなんだけど、必要あるのかな君は俺の彼女なんだから、俺のことは何でも知ってると思うんだけど。まあ、いっか。じゃあ改めて自己紹介。 俺の名前は沢野井亮。誕生日は5月3日で血液型は A 型。今は大学4年生で君と同じ映画研究会のサークルに入ってるよ。だから趣味はもちろん映画。あと料理をするのも好きだよ。特技はピアノで好きな食べ物は魚。魚料理だったら大体何でも好き。逆に苦手なものはセロリ かな周りからはよく「優しい」とか「優等生タイプ」なんて言われることが多いかもあ最近は「スパダリとかも言われたりするかなこれってどういう意味なんだろうえっと君とは付き合って3ヶ月経つよ同じサークルで会うようになって俺から声をかけたんだ あの時はすごく緊張したなあ <laughs> まあでもあの時勇気を出したおかげで今俺たちは恋人同士になってるわけだもんね <laughs> なんか感慨深いなていうか俺たち付き合ってまだ3ヶ月なんだよねなんだかもうずっと一緒にいるような気がしてた君のことも何でも知ってるつもりだし 君だって、俺のことなら何でもわかるんじゃないえ俺の素の姿な、何言ってるの嫌だなもう。<laughs> 本当の俺が見たいだなんて、今のこの姿の俺が本当の俺だよ。本当だって、君に隠してることなんて何も。え 本編を聞けばわかるそそれはわ <laughs> 分かったちょっとだけなら視聴できるみたいだし一緒に聞いてみようか全編ダミーヘッドマイクだからねヘッドフォンの用意はいいじゃあ再生するよ。 乾杯んよく冷えてるこれは甘めの赤ワインにオレンジジュースを入れたサングリアなんだオレンジの果肉も一緒に入れてあるんだけどどうかな気に入ってもらえたよかった。 俺のは白ワインをベースにした桃のサングリアだよよかったら一口飲んでみるほらねいつもの俺と変わらなかったでしょほんとの姿なんて別にえ,えもっと先のトラックででもそれはわ <laughs> かったじゃあ行くよ <laughs> 美味しいしやっぱり君と二人だとついつい飲みすぎちゃうなペースだっていつもより早くなっちゃってるしそれだけ気が緩んじゃうってことだよ君と一緒にいると安心するからちょっと違うってへえ それは <laughs> そんなかわいいこと言ってくれるんだ大丈夫俺も一緒だよ俺も君と一緒だと安心するけど同時にドキドキもしてるほら聞こえるでしょ ドドキドキしてるなわからないええへへへあ,あこの辺りはちょっと恥ずかしいね俺もこの時は酔ってたから仕方ないっていうかえっ何もっとずっと先だダメだ,だよこれ以上先に進んじゃったら あっ勝手に再生ボタン押しちゃダメだったばがえああうん<え>ー、うん、気持ち悪くないよ今はすごく気分がいい君と一緒だから幸せだしお水はもういらないよ今欲しいのは君だけ俺とずっと こうしてて。終電今日は泊まりじゃないの今夜は君と一緒にいられると思ったのにねえ俺と一緒にいるのは嫌俺はずっと。

これ以上はもうダメだよ絶対ダメこの先を聞きたい人は「よいレンのののボリュームワ1こんな先輩見たことない」で聞いてね <laughs> 三角レーベルが送るシチュエーション CD「よいレンのののボリュームワ1こんな先輩見たことない」初回限定版には沢ノ井良役 西山幸太郎のキャストトコメントを収録発売日は6月27日水曜日定価2,000円プラス税にて発売酔った俺の姿を君に知られるのは恥ずかしいけどでも君にまた会いたいから君の好きなものたくさん作って待ってるね。